久保さん、今日買い物してきました。これプラズマダイレクトっていうね、このプラズマ点火チューニングがここまで進化した。点火チューニング、はい、プラズマダイレクト12万でした。12万でした。で、あと他のパーツ久保さん見積もってきたんですけど290万だったんですよね。なんでこれ12万で302万ですね。302万、今日の買い物、300万の買い物ですね。今日一瞬で金なくなりますね。僕ね、一応250ぐらいかなと思ったんですけど、あれまあまあだなみたいな。なんかキャンペーンなんですよね。で、キャンペーンなんで安くなってるかなと思ったら、そんなにね、なんか 5% 引きぐらいですね。なんかこれ 5% 引きで、一応こっちこう、工賃無料にこれはしときますんでとか、5% 引きか、みたいなね。まあまあまあ、4月からね、すげえ値上げされるんですよ。ホイールとか全部。タイヤとか。なんでまあ、まあ、しょうがないなと思うんですけど。300万ですね。だから4月から買ったら330ぐらいになるかもしれないですね。全部上がるんで、ほとんどが。まあいいでしょう。まあ10年ぐらい乗るんで、まあ10年を300万で割ったら1年30万、1ヶ月3万ぐらいでしょう。まあいいでしょう。うん、まあだからね、ほんとね、なんだろうな、まあ、久保さんがなんか、お話、ね、したみたいですけど、昨日まで普通だったのにね、いきなり、まあ、あんな状態になったら、まあ、あれですよね。まあ、それは深いですね。まあ、実際の、現実の話だと思うんで。だって、その、ウクライナの、なんか街が映像で残って、映像でなんかそのビフォーアフターみたいなのあったんですけど、そのすげえ綺麗なね、木もあってね、すごい綺麗な街並みが全部今、もうなんか空爆受けてもうぐちゃぐちゃになってて、もうビフォーアフター全然違かったですからね。とんでもないことになってますね。うん、だから僕もその、まあ、車にね、お金かけられるのも、今のうちかなっていうところですね。そう、なんかまあ、年取ったらもう、軽でいいと、って、軽でいいやになっちゃうかもしれないしね。わかんないですけど。まあでも、車は好きだから、それはなんないかな。そう。まあ、ガソリン車もね、まあ、なくなるかもしれ、なくなる方向には進んでますよね。なくなっていく方向には進んでると思うんで、まあ完全になくなるかはわかんないですけど、ただ今回のロシアの件もあるし、まあ全世界で石油も上がってますし、まあ間違いなくね、今後そのこの10年20年わかんないですけど、ロシアと取引する国っていうのがまあしづらいですよね。だからまあ、今できることを一生懸命、今買えるものを一生懸命買って、一生懸命頑張るっていうのは、大事じゃないですかね。そう、今日ね、一応、まあこれね、すぐ終わって、これのすぐ終わったんですよ。一応、昨日メールして、今日行ったら今日取り付けられますかって言ったら、まあ大丈夫ですよっつって、もうすぐこれは取り付け終わって、まあ、全然違くてフィーリングがすげえなみたいな。いや、これはプラズマダイレクトはマジすごかったっすね。全然違った。これはすごいっすね。パワーアップ、トルクアップ、レスポンアップ、指導性の向上、ブーストの立ち上がり向上、ブーストなんて環境には優しい、排出ガスの低減、ノッキング現象、カーボンの蓄積、エンジンの寿命。いや、これすごいっす。これはマジすごかった。こんな変わるんだっていう。全然違いましたね、フィーリングが。これはつけてよかったですね。
まあ、あとエンジンに関してはこのプラズマダイレクトと、あとなんかそのサブコンみたいななんかコンピューターのやつ、それ40万ぐらいするんですけど。いやー、久保さん、もうローにしようと思ったんですけど、まあいいやと思って。明日払いますよ、振り込みます、明日振り込みます。こちら、290万と、まあ今日支払った、今日、まあ今日のやつはクレカでやったんですけど、12万ですね。それがこれですよ。まあ早速ね、ネタに使ってますけど、僕ネタにね、12万と390万、あ、290万で300万ですね。お金一瞬なくなりますね、使えば一瞬でなくなりますね、マジで一瞬だな、これマジで。ホイールが4つで65万、ホイールが4つで65万ぐらいですね。で、タイヤが4本で28万ですね。28万7000。65万と28万だから。まあタイヤとホイールで、まあ90万ぐらいですね。80万とか。タイヤホイール高いですね。まああとロックボールとか。これロックボールも入れたら、もう90万ぐらいか。あと、エアロっすね。エアロパーツが15万と19万と14万っすね。あと、マフラー30万ぐらいですね。マフラー30万ぐらいで、あと、車高調っすね。車高調、あの、落とすやつ。あれ38万っすね。まあ、あと、コーチンとかね。まあ、コーチンサービスにしてもらってるやつも、まあまあ結構あるんですけど。あっという間ですね、久保さん。金なくなりますよ、あっという間に。頑張ろう。まあでもね、あの、稼ぐ動機があった方がいいので、まあ、あの、車がね、好きじゃない人からすると、車のために稼ぐんですかみたいな、と思う人もいると思うんですよ。でも、まあ家族のために稼いでる人もいるだろうし、彼女のプレゼントをしたくて稼ぐ人もいるだろうし、何でもいいと思うんですよね。なんかその稼ぐ動機があった方が、僕はあった方がいいと思いますよね。これが欲しいから頑張るとかね、このプレゼントしたいから頑張るとか、家族旅行行きたいから頑張るとか、それでいいと思うんですよ。まあ人それぞれじゃないですか、そんなの。僕は少なくてもそのキャバクラにお金ね、闇金牛島くんとかでも、その、ホストにはまるキャバ嬢とか、ね、最終的にあの風俗行くんですけど、まあそれはそれじゃないですか。で、僕は、まあそういうとこにお金は何百万とか払いたくないので、まあ車に払います。まあ人それぞれですからね。久保さんのキットも、多分800、900ぐらいですか？わかんないですけど。1000万を超えてないっていうようなこと言ってたんで、まあ、結果的にこれだから300万のパーツでしょ、でこれがだから560万だったんで860万ぐらいになりましたね、結局860万。860万になりました、結果的に。まあ赤じゃないからいいんですけどね。赤じゃないからいいや。いやーでもね、
あ、そう、それで、ドライブしてきてね、この、めちゃくちゃ綺麗でしたね。いやさ、あの、インスタとかのストーリー上げたんですけど、綺麗だったな。そう、明日はね、久保さん、長崎行ってきます。明日、ジャパネット高田行ってきます、ジャパネット高田。明日はジャパネット高田行ってきますよ、長崎。いや、ありがたいっすね。ありがたい、本当に。車、しかも燃費もいいしね、これね。めちゃくちゃ燃費いいので、全然走りますね。そう。いや、いいっすね。今を楽しみます、僕は。どうなるか分かんないですからね。まあ、お金もね、どうなるか分かんないけど、どうなってもお金は必要ですからね。どうなるか分からないけど、どうなってもお金は必要ですから。まあ、お金の呪縛から逃げられないですね。病気にかかっても金必要だし、死んでも、なんだ、墓とか建てんだったら、ね、葬式でもただじゃないじゃないですか。葬式するのかしないか分かんないですけど。葬式代もただじゃないし、墓代もただじゃないし、まあ金の奴隷なんだけど、何に金使うかっていうのは、何に金を使えるかっていうのを結構大事かもしれないですね。自分がいいなと思ったものをやっぱ買ったりとか行ったりとか、行くのにもお金かかるじゃないですか。ただじゃいけないですよね。そう、ガソリン代はかかるし、飛行機代かかるし、新幹線代かかるし、フェリー代かかるし、まあ僕はもうお金のことをこうなんか扱ってきて本当良かったなと思いますね。一般の人はお金に対してね、そのやっぱ真剣に考えたないじゃないですか。そう、良かったです、本当に。一番大事なものを一番考えられる人生で良かったですね。多分ね、本当ね、一番大切だと思います、お金って。まあもちろんその人の命っていうのもあるかもしれないですけど、結局その人の命を育てるのに金がかかるからね。ただで一生育てられます？育つっていうかね、久保さんもお金なかったら大和くんね、学校行かせられないですからね。が、お金なかったら大和くんに飯食わせられないじゃないですかね。そう。ずっと無料で飯食えるとかないしね。まあお金の問題はね、クリアした方がいいですね。まあずっとクリアできないんですけどね。ずっとクリアできないことはないか。まあとりあえず、まあ、あの、なんだ、自分の障害これぐらい使うぜっていうのがもう算出して、まあそこぐらいまで稼いじゃえば、まあいらんじゃないですか。でもそこまで行ってないんだったら稼がないといけないし、僕は5億円まで行ってないので、5億あれば、まあなんか今の生活やっとけば別に、大丈夫かなとは思いますけどね。まあ、車には金かけてるけども、別に他は金かけてないですからね。家賃4万2千ですから。そう。他は金かけないですよ。自分が好きなとこには金積むし、まあ、そうじゃないところは別に節約する。節約というかね。その使わないし、自炊もするし。いやでも本当ありがたいと思った方がいいと思いますよ、マジで。まあこう悠長にね、こうやって動画も撮れるしね、ミサイル飛んでねえし。日本ありがたいですね。このありがたい日本に住んでるけど、そのありがたさを最大限活用してない人が多いかなと思うんですよね。で、あーだこーだ言うわけでしょ。まあ、やろうぜって話で。終わりましょうか。